ルバロア・ペレはフランスのパリ北西部に位置するオードセーヌ県のコミューン。セーヌ川の右岸側を占めているパリ中心部からは 6.4km の距離にあるルバロアと省略される。ヨーロッパでも最も人口密度の多い地域の一つである。第一次世界大戦ではシトロエンの工場が戦艦期の1932年にはダノンのフランスでの最初の工場が置かれた。現在、 洪水の下乱や鉄道車両のアルストムなどの本社機能が置かれている。また、内務省管轄の体内治安情報機関である国内治安総局が2007年から置かれている。その前身の一つ、旧国土監視局は2007年までパリ十五区セーヌ川菓子界隈グルネル地区にあった。2008年7月1日に統合され、2014年に解消し、 同地ルバロアペレに所在する。一方、対外治安総局は、パリ外閣官場のパリ20区、モルティエ大通り界隈に置かれている。ルバロアの町は、セーヌ川が作り出した大きな堆積盆地である、パリ盆地の中心部に位置する。基盤は500メートルの厚さの、第3基層と、厚い白亜紀の石灰岩層からなっている。町全体としては、第4期の上部にあたる。 この層からはマンモス、カバ、サイ、トナカイなどの骨が発見されている。ネアンデルタール人が使っていたとされる、打製石器の製法は、ルバロワ技法と呼ばれるが、ルバロワの砂採取場で見つかった、打製石器から名付けられたためである。ルバロワペレの名前は、1822年に、最初の町の都市計画に携わった、ニコラウ・ジェーヌ・ルバロワと、ジャンジャック・ペレにちなんでいる。 聖の語源に関する辞書の著者である、マリー・テレーズ・モレレによれば、ルバロワの語源は、国を意味するバルから派生した言葉であるという。ルバロワ橋からの焼けるバロワは、セーヌ川の右側を占めている。東側は、パリ17区、西は、クールブボは南は、ヌイーシュルセーヌ、そして北は、アニエル・シュルセーヌ、クリシーに接している。グランドジャット島の北部は、 ルバロアの領域に属しており、そこではルバロアの特産品である蜂蜜を生産するための養蜂場を有している。また、そのミツバチは都市の紋章にも現れている。ありがとうございます。